お疲れ様です。お疲れ様です。ジープチャンネル、はい、始まりました。今週のジープチャンネルでございます。今日のゲストは佐古和馬選手でした。はい、ということでね、新規加入のですね、今日は佐古和馬に、来てもらっております。よろしくお願いします。お願いします。よろしくお願いします。お願いします。ジープチャンネル。自己紹介兼経歴を。佐古和馬、23歳、183センチ、82キロ。声出てるやん。ありがとうございます。高校が山梨学院で、はい、大学が神奈川大学、はいはいはい、で、半年だけ西濃運輸。はい、ということです。じゃあまず野球を始めたきっかけから。きっかけは、はい、一番はやっぱ友達が野球やってたのが一番ですね、うん、一番少年野球。そうです、うん、地元の少年野球チームに友達がいるから入ります。そうですね。何歳から？小学校3年生だったんで。3年生で。その野球はもともと好きだった？いや、全く野球は好きじゃなかったんですけど、もともとバスケットが好きだったんですけど。バスケが好きだったんですね、はい、うん、バスケット以外のスポーツやってみたいなっていうことで野球を始めました。中学校は横浜泉シニアっていう。おシニアでやってました。米軍基地。あ、そうです。のとこだよね。通信隊の。通信隊の。はい。そう、よく僕も行ってましたよ。ああ、そこで。知らないですね。知らない。成績というか、結果というか。確か8年か9年連続で全国大会出てたんですけど、おお。自分らの代で途切れました。よっしゃ。お疲れ様でした。ポジションはどこ？ピッチャー？その時ピッチャーと外野やってました。あ、じゃあ主にピッチャー。はい。彼あれ140キロ全然超えるんですよ、野手ですけど。そうですよ。はい、ということで、泉シニアでは全国には行けなかったと。行けなかったです。行けなかった。はい。高校進学で今すごい話題、今すごい話題沸騰中の山梨学院に行ったと。はい、何が話題？設備。まあ設備ね。設備、最先端。設備もどっかの YouTube で見てもらいたいんですけど、設備もそうですし、でこの間全国制覇、はいはい、甲子園優勝もしましたし、ユニフォームがね最近一新しましたよね。すごいですよね。今まではなんか白に感じで山梨学院って感じだったんだけど、はい、あ、青入れてるんだ、ね、青ですね。なんとかブルーって言ってました。あ、そうなんだ。山梨学院の色みたいな、うん、あ、そういうのがあるんだ。はい、へぇ。稲妻ブルー。あ、違います。なんで山梨学院を？基本的に泉シニアってあの県外の高校に行かないんですけど。行かないんだ。あ、行かない。あ、そのシニアのいろいろこうねタイプだったり、はいはい、そのルートがあるんですよね。基本的に県内の高校に進学っていう形なんですけど、はいはいはい、主にどういうところに？主に、藤沢商陵とか。あ、はい、藤沢なんだ。東海大相模。あ、相模も行くんだ。そうです、東光学園とかその辺ですね。神奈川の強豪校に行かれることが多いシニアだったんですけど、その中でもその時ちょうど多分山梨学院が野球に力を入れ始めてる時で、うん、県外の選手をいろいろ見て回ってた時にスカウト活動されてたんですね、はい、たまたまあの見に来ていただいて、はい、そこで声かけていただきました。その時はピッチャーで？その時ピッチャー外、その時は外野で野手でっていう形だったと思います。じゃあどちらかというとバッティングが気に入ってもらって、はい、そうですね、声がかかったと、はい、ね、なかなか声がかかるっていうのもすごいことだと。すごいですよ、ね、僕なんかも普通に受けていったんですから高校に。すごい試験受けたんですか？すごい。そうですよ、なかなかねここからスカウトっていうのは、ね、なかなかないことなんですけど。そうですよ、ね、声がかかったと、はい、どこがきっかけ決めてて？もう決めて、もう一番は甲子園に出れる確率が高いと思ったんで、うんうんうん、選びました。なるほど。そうだね。でも山梨、あ、山梨あれだよね、30何校しかない。そうです、少ないんです。なるほど。ただでも強豪校は多いですよね。東海大甲府、帝京第三、山梨学院、日本航空、日本航空、甲府工業とかも効率も強いです。はいはい、分かってたんですか、そういう山梨の情勢というか。はその時はもう山梨学院っていう高校知らなくてもう山梨といえば東海大甲府みたいな時だったんですよ、ね、自分の時は。あ、そうなんだ、はい、はいはいはい。ピッチャーの菊池さんっていう、うん、東海大甲府清宮にホームラン打たれた。ああ、はいはいはい、ちょっとあの大柄な、なるほどね、方がいたんですけ ど、ね、自分らの代表甲子園100回大会。あ、そうだったんだ。の年だったんですけど、それで選手集めてるって聞いて、うん、あ、甲子園
出るのはここかなっていうふうに思って決めました。甲子園が目的で山梨学院に行ったと、はい、一回その設備とかを見た。あ、見ました。どうでした？いやもう本当にすごいです。自分らの時でも設備が本当すごくて、うん、あ、最近リニューアル、最近もすごい リニューアルしてて、リルナル、リルナル。当時からもう設備はすごかったんですね、はい、いざ決めました、入学、はい、どうでした？すごいなーっていう上下関係はあるにはあったんですけど、多分他の高校の話とかを聞く限りでは基本的に緩かったのかなとは思います。あ、そうなんだ、はい、結構ねその中学校の時って噂っていうかだってあの高校行くのやばいよとかいろいろあるんですね、はい、でも山梨学院も俺結構なんかすごいっていう噂は聞いてたけど、うん、そうでもないんだ。そうでもなかったですね。寮だか。あ、寮です。全寮制。全寮制ではなくて、あの通い制も何人かは。あ、通いもいるんだ、はい。どんな練習するんですか。練習はめちゃくちゃあの独特なバッティングの指導法があって、うん、あの何ていうんですか、ベンチプレスするときにつける重りあるじゃないですか。はい、丸いやつね。あれの5キロのプレートを持って、うん。うん、ティーをするんですよ。自分らの時は。どういうこと？バットじゃないの？バットを振る前にプレートで打つんですよ。こうあの体の近くを手を通していくっていう意識づけで、はい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 、内側をみたいなやつで。今は多分やってないと思うんですけど。監督が変わったの？いや監督変わってなくて、あのその指導してた方が。あ、また違う人がいるんだ。はい、バッティング担当みたいな。はい。内側からもいい。そうですね。それして何が良かった？それしてもう本当インサイドアウトがすごくなったんですよ。なるほど、ね、インサイドアウトが体から離れへん、はい、なるほど。で金属バットは詰まってもバットが折れないんで、確かにボールが落ちるってカンチャンで、それが名物練習的な、そうです、代表的な練習なんですか、はい、守備はどんな練習ですか。守備はもう本当に基礎練と中継プレーとか、あ、そういったことがメインで、はい、そうです、ね、練習は何時から何時、朝練はなかったんで、自分は朝練はなし、はい、はいはいはい、当時ですからね、あくまでもね、はい、学校終わって、うん、学校から帰ってくるんです。 3時ぐらいですか。あ、じゃあ普通というか、はい、ちゃんと授業を受けてから夜ご飯の多分7時かそんぐらいにスパッと終わって、うん、ご飯食べてその後は自主練という形でした。あ、そうなんだ。じゃあ結構まあ長い、そうだね、そうですね、拘束時間でもないとか、うんうん、はい、それは平日だよね。平日です。土日はオープン戦とか、基本もオープン戦で、はいはい、結構遠征行ったりする学校なんですか。そうです、多分そんな半々だと思います。行ったり来てもらったり。あ、そうなんだ。設備がいいから、はい、専用グラウンドがあったんで、ね、あるんだ。ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。このチャンネルでは未来の高校球児たちを応援し、さらに草野球チームのリアルを発信していきます。この動画が良かったと思ったらいいねボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。